列車が止まった。ティファちゃん、今日はいつ頃店開ける？今夜はセブンスヘブン営業するよね。どうする？店に入る？ただいま。おかえり。お散歩？そんなとこ。おい、下に全員集合だ。今から？じゃあ次の作戦は？マリン、店の前でジェシーを待っててくれ。うん。次の作戦、明日決行になった。今から作戦会議。会議の前に報酬をもらいたい。取り込み中だ。会議が終わるまで黙って待ってろ。ティファもすぐ来いよ。本当ごめん。もう少しだけ待ってて。お詫びに。どうぞ座って。何にしましょう。きついのくれないか。どう？好きって言ってくれるお客さん多いんだ。人気なわけだ。お客様、さすがお目が高い。続きましては、当店名物コスモキャニオンでございます。綺麗だ。行かなきゃ。ごゆっくり。ニュース見た？マコーロの爆発は市民の敵、アバランチの仕業だってガンガン流れてるの。ゾクゾクするよね。顔バレしてないからここは安全だろうけど、いろいろ急がなくちゃね。え、次も一緒なんでしょ？報酬次第だな。じゃあ決まり、私が押すから。ティファが行くことになってるんだけど、あの人思想が揺れてるっていうか、爆弾闘争にも乗り気じゃないから、いざって時にね。こっちも命を預けるわけだから、それならあんたみたいな有能な人の方がいいもの。時間を潰すか。おとなしく待つか。
作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない。それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。迷いがあるならやめた方がいい。終わったみたい。投げ出してきてたのか。揉めちゃって。そうだ、なんか飲む？ティファ、決起会だ。うまいもんたっぷり出してくれ。うん。次は俺たちだけでやることにする。お前は仕事探しでもしてろ。もともとそのつもりだ。契約がなければ手伝う義理はない。そう言うと思ったぜ。ほら、残りの報酬だ。気持ち上乗せしといてやった。これで晴れて契約終了だ。さあ、悪いが席を外してくれ。身内だけでやりたいんだな。誘ったのにごめんね。みんなと話してるうちに、なんだろう、この闘争とは無関係のクラウドに頼りすぎかなって。ジェシー、まだか？あ、今行く。本当ごめん。気にするな。会の後でゆっくり話したいな。気遣いならいい。ジェシー、我慢の限界っす。あ、じゃあ後で。ごめん、お待たせ。乾杯。だはは、極楽。ビックス早すぎ。無茶すんな。大一番が控えてんだぞ。だからこそっすよね。ああ、余計なことを忘れて集中できるぞ。ごめんね、今はみんなと話がしたいの。ごめんごめん。それから？こういうの久しぶりだね。本家から追い出されてみんなで焼け食いした時以来。なんだよ、急に興味出たか。邪魔が入った。続きは？追い出されてない。独立な、独立。三人がかりで押したんだけどね。で、なんだっけ。思い出。今度一緒に飯食いましょう。うちの猫も紹介するっす。何の話だっけ。大変だったよね。もう1年か。早いね。お前ら、いざって時に踏ん張れるかどうかはやっぱ思想次第だからな。おっと、すまねえ。それで？よせって、同じ覚悟を決めた仲間だろ。やっぱいざって時に背中を預けられるんだ。お前ら仲間だけだな。あいつらなんだ。右腕が銃の男。近くで見たって情報は上がってんだ。待ってりゃ必ず現れる。おい、まったく、うちのボスは人。兄ちゃん、近所の人かい。まあな。右腕が銃になっている大男を知ってるか。この辺りに根城があるらしい。どうだろう。はあ、鋭いね。金の匂いを嗅ぎつけたな。500でどうだ。200。うん、300だ。ちゃ、まあいい、じっくり聞かせてもらうぜ。こっちだ。文句あつか、見てんじゃねえ。行け、邪魔だ。雑魚どもの視線がうぜえな。ボールマーケットとは大違いっすね、兄貴。
兄貴は怖え人だぜ。逆らうなよ。死に急ぎてえなら止めねえけどな。兄ちゃんが先だ。心配ない。後ろから襲ったりはしねえよ。おい、男の居場所知っているんだろうな。二度も言わせるな。どうだろう。てめえ知らねえんだな。神羅の末端か。神羅も一目置くお方のアシスタントよ。だからどうした。集中していく。行け。切り替えよう。これだ。覚悟はいい。行け。耐えられるか。右腕が銃の男の話だった。いや、そのなぜ探ってる。それは命令されただけで何にも知らねえんだ。だから命だけは。弾込めんぞ。キッごまけな。じゃあキッな。しまった。受けてやる。俺には関係ないな。スラムの心得その一。部屋に戻るか。やるな、何でもやる。気を抜くな。最近たまに。何でも屋の活躍で生まれ変わったアイテム屋。あの化けネズミよね。星のために爆破された。なんつって、はあ、話があるんだけど入れてくれない？じゃあ前置きはなしで。今度は何の礼だ。次の作戦に押せなかったお詫び。じゃないとしたらなんだ。取引か。いい感してる。でもこれ他のメンバーには内緒にしてよね。今夜のうちに解決しておきたい個人的な問題なの。今夜？そう、一緒に7番街プレートの7番街まで行ってほしいんだ。目的はみちみち話すから。俺は構わないが、明日は大仕事だろ。そうだけど、今やらないともっと大変なことになるから。ねえ、話は決まったってことでいい？うん。手付金代わりね。私の計算だと出発したら朝まで戻れない。準備は今のうちにしっかりね。終わったら教えて。
準備は OK？ じゃあ夜になったら駅に集合。頼りにしてるよ。報酬は悪くない。